どうもジェケマルです。ということで皆さん、今現在ですね、青鬼オンラインはシカノコノコノココスタンタンとコラボしておりまして、コラボの塔が開催されておりますが、そこでは青鬼ではなくシカが出現します。でですね、今回の動画はなんとそのシカを石像で捕獲する方法を見つけたので、皆さんにシカを捕獲する裏技をご紹介していきたいと思います。イエーイ。ということで、めちゃくちゃ頑張りました。シカがかわいそうってコメントは受け付けません。はい、ということでね、早速皆さんに裏技の方をご紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、やる階層はですね、シカノコノコノココシタンタンコラボの塔3階の石像があるステージです。それではね、早速1回やっていきたいと思います。さあ、うまくいくんでしょうか。シカが登場、石像をうまく運んで扉から脱出しようということで、今回はね、石像をうまく運んでシカをですね、確保していきたいと思います。さあ、やっていきましょう。この裏技ね、すっげー難しいんですよ。はい、皆さんにご紹介していきたいと思います。まずですね、この石像を2つね、左側に運んでいきたいと思います。さあ、早速ですね、右側に、鹿が出現しましたね。ただあの状態でももうね、確保されているので、はい、このね、石像で、まあ、カゴを作っていきたいと思います。うん、捕獲という名のカゴでございます。さあ、石像をまず左側に、2つ運んでいきましょう。このマップ自体ね、すごい時間かかるステージなんですよね。もう石像ね、こんだけ運ぶっていうのがね、めちゃくちゃ大変なステージでございまして、クリアするのにもね、3分ぐらいかかりますよね。俺もこうやってさ、石像を運ぶのにすごい時間かかっております。まずね、ここ2個、石像を運んでください。そうしましたらですね、右側もやっていきたいと思います。さあ、鹿さん待ってろよ、そっから出してやるぜ。石像を運ぶ前にですね、まず牢屋でいうと番号の2番の石像を運んでスイッチを押していきたいと思います。はい、さあ、ということで右側からくるっと回って上の方に入り口があるので、この石像ですね、入り口の方に運んでいきましょう。いや、この裏技ね、めちゃくちゃ考えました。なんかできる方法ないかなと思って、すんげー時間使って考えたんだけど、ようやくですね、見つけることができて、でですね、いろいろ頑張ってやったんですよ。なかなか確保できなくて、1回だけね、成功したことがありますので、まあ今回これでね、成功しなかったとしても、その時のですね、映像を皆さんにお見せしていきたいと思いますので、はい、よかったらぜひ最後まで見ていってください。はい、ジェキマルがね、鹿を確保していきたいと思います。さあ、頑張っていきましょう。鹿をね、確保した後めっちゃ可愛いので、あのね、可哀想じゃないんですよ。まあ可哀想かもしれないですけど、めちゃくちゃ可愛いです。はい、ということで、まずね、この2番のスイッチを押していきましょう。そうするとですね、2と番号がついた檻がですね、扉が開きますので、まず1つね、扉を開けていきたいと思います。さあ、それからですね、もう1つ石像があるので、石像をですね、運ぶ前に、こちら鹿さんにね、挨拶していきましょう。こんにちは。さあ、運んでいきたいと思います。うん。さあ、そっから出してやるぜ、待ってろよ。さあ、3つ目の石像もですね、先ほど2つ運んだ石像の位置にこちら運んでいきたいと思います。いや、本当に難しいんだよ、マジで。タイミングすごい重要で、まあ、慣れたら簡単かもしれないんだけど、あのね、10回ぐらいやったんですけど、10回ともね、失敗しました。うん。さあ、ということで、まあ、コツが必要になってくるんでね、ぜひぜひ皆さん見たらやってみてください。さあ、3つ目の石像を上に運んで、この石像ですね、左側に運んでいきたいと思います。まあその前にもう1回ぐらい挨拶していこうか。はい、ということで、こんにちは。うん、そこからね、出してあげるから待っててね。はい、鹿さんがね、こっち見ておりますね。さあ、石像を運んでいきましょう。でですね、この石像でまず L 字を作ります。 L 字、うん、L 字を作っていきたいと思います。で、まあ方法としましては、はい、 L 字、うん、こうやって鹿が来ますよね、こっちに。で、ここに来た瞬間にこの石像を下、こっちの石像を左側で閉じ込めていくっていう裏技ですね。で、今のところ柵が1個しか開いてないんで、もう1つの方はね、このジェケマルがこのスイッチに乗ることによって柵が開きますので、鹿が出てくるのを待ちます。はい。さあ、そろそろ柵から出たかな。もうそろそろね、出たと思うんで、はい、先ほどね、場所に戻っていきましょう。さあ、自分自身がですね、あそこの間に挟まれることによって L 字を作ります。うん、L 字。
さあ L 字を作ります。シャキーン L ですね。はい、 L になりました。さあ鹿を待っていきたいと思いますが、そろそろ来た来た来た。さあ鹿が来ます。さあここでぐるっと回って、ちょっと待って、難しい難しい、タイミングがマジ難しい。いけるか、いける。あー、失敗してしまったということで皆さん、失敗してしまったらもうダメなんですよね。いやこれマジで難しいよ、本当にマジで難しい。うん、ちょっとじゃあ成功した動画の方も皆さんにね、お見せしていきたいので、はい、じゃあここでやられていきたいと思います。もうあれ、いやもう一回やるか、もう一回やりましょうか。うん、じゃあもう一回ちょっとね、先ほどのところになるまでカットしていきたいと思います。それではね、カットしていきましょう。カット。さあということで皆さん、こちらですね、石像すべて運び終わることができましたが、ちょっとねこれ石像ね、半マスずつずれてるんですよね。ちょっとさっきからバグっていてめちゃくちゃね笑いそうになっちゃったんですが、これちょっと難しいな、なんか石像の位置がめちゃくちゃおかしいんですよね。はい、ということでまあやっていきたいと思います。いやー、ちょっと石像の位置がねどこにあるか分かりづらいから、今回裏技ね、ただでさえ普通でも難しいのに今回はめちゃくちゃ難しいと思いますが、ちょっとねバグった状態で成功すれば多分面白い図がねできると思いますので、いや絶対できるわ。うん、ちょっと頑張ってね成功させていきたいと思います。ちょっと一発目でやっていこうかな。さっきさ L 字のところくるくる回っちゃったんですけど、今回はもう回らないで、来たらもうさっとさっとやっていきたいと思います。さあ頑張っていきましょう。マジでちょっとね成功させていきたい。こんなバグねなかなかならないから、わかる、これちょっとずれてんの。うん、ほらちょっと石像の位置ずれてますよね。さあということで来ましたよ、もう一発で成功させたいと思います。あーほらミスったけど、ずれてるのわかる。ちょっと待って、これさ無理かな、もう無理。いやー無理だったか。これでね成功したら面白いなと思ったんですけどね、ダメでしたね。はい、ということで皆さんにね成功した動画の方をお見せしていきたいと思いますので、はい、よかったらぜひ見ていってください。それではどうぞ。はい、yeah!